写真家って何？写真って何なんだろう？どうやって撮る？どの写真撮ろうかな？でもなんで撮るの？これ撮ろうかな？あれにする？どれにしようこかれ撮っな。ていい？写真が記これ憶友に達なるなっのてか思い出な？すよどうせそね。の愛なん人でがかなら、んいや、敵で、かもよ。これモノクロームで撮ったか方っがこいいいかもね、い、いいよ、撮るいいなよ、らすにごい、すすごごい。い。やっかぱっね、こ科いい学こんね。なの見だってムラムラしてんじゃないこの？んなの見ムてラなムんラかししててんんでじゃしってんょ。じゃ気ない持の？ち悪やばい。いってやだ。飛んじゃってるよね。全部の経思い出験は消えを。ない。まあそれでも時間は流れていく今までよ。やった全てのことを写真で残すってどういうことなんだろう。写真家になるってどういうことなのかな。If you meet him, he's just like the most energetic person I've probably ever met in my life. 写真の神様が降りてくる人なのかな。なんか身近に近所にいるおじさんみたいなイメージ。ジェントルマン、意外とすごくジェントルマン。こんなこと言ったらなんか。歩いてるだけでなんかこうオーラが走ってるよ。相当な恥ずかしがり屋だと思うよね。異常なパワーというか。He's driven. コラボレーションの名手。日本を代表する写真家の一人っていうのは事実かと。ああいうパワーに付き合っていくのが大変だなとか。巨大なモンスター。モンスターだね。モンスター。週刊大使ってさ、はい、でシリーズやってんだよ。それの撮影今日は ここのページなの。だから こういうのをやってるっていうのがすごくいいでしょ。もう200回やってんだよ。だから今日も来るのも人妻が来るんだよ。そんで200回だから記念テレフォンカードね、全国から来るんだよ。デブペチャもうすごいよ。妊娠線から何からもうそういうのこだわらない。ボンボン何でも受ける立つ。そうだからいろいろなさ、もう芸術からポルノのつかさ、これもう私のライフワークだから一つマイロスは京都出身。お、はい、じゃあさすがスタイルいいね。下がすごく強すぎる。これここにこの前もやるかかるぐらい。そう、どれどれ、もうちょっとこっちね。もちろん、はい、はい、話すわね、オッケー。内緒、内緒、内緒、極秘プロジェクトよし、ずっと。ちょっとこれにこう、うん、持って。何度かに乗るとおちんちんと思っちゃうね。ちょっと細い。こっちが細い？細い。おちんちんだよ。よし、じゃあね、取って。巻き場崩しお願いします。はい、巻き場崩し。いざとなるとね、
もすごい出せないね、これはね、せっかくだって出さないと、親しみやすくてコミカルでスピーディーで格闘技っぽい感じ汗だくになりましたからうーん、まあ荒木さんがカメラを持って歩いてるところ自体から被写体が変わるんだと思うけどね、うん、俺らが買ったらあ、たけしってやってこんな買ったやってくんないし、だから映す荒木さんのスタイルがそのままこう被写体にまでうあのリラックスさせてあの形を作ってしまうっていう意欲は多分にあるかも。初めてここに来た時に惚れちゃって撮ったんだけど、でこうグッて襲いかかんないで、ずっと1年間何もセックスしないで写真にセックスさせてるわけ、ずっとねえということということにするように貴重だよ、もうこの時間で処女なんて大概もう僕一番でやっちゃうんだから女今日処女なんて素晴らしい、いいや俺がやるぜ、前70万円のカメラだから買ったばかりのカメラ、よしグッ甘えると違う人になっちゃう、なことないよ、うん、そんなことないよ、優しくレンズダイブするから、ね、うやっぱりものすごく激しいアーティストとして生きるっていうことはすごい凄まじいものというかね、そういうものは持ってるなと思って、例えば陽子さんはね1回だけ会ったお会いしたことがあるだけなんですけれども、荒木さんと暮らしていて一体どういう感じだったのかなっていう、本当にはどういう、本当にはって言ったらおかしいですけども、すごくなんていうのかな、やっぱり普通の一人の人とか人格っていうことから言えばやっぱり巨大なモンスターみたいなところはあると思うんですよね。はい、そう、動く動く、そう、よし、よし、撮られていくごとに、日本ではよく写真撮られると魂抜かれるっていう言い方をするんですけど、でも本当にそんな感じなんですよ、どんどん余計なものが消えてっちゃうような、で撮影が長ければ長いほどどんどんものを考えなくなってっちゃうっていうか、もうすぐダメだぞ、もうすぐダメだぞ、もうすぐダメだぞ、よし、はい、いいぞ、伏してもいいぞ、右足下ろせ、たらーん、そう、うん、たまんない、たまらない、よし、よーそう、Well, men like to have ultimate control over women. That's why men are into those photographs. It's not like they're going, I mean, I don't care what excuse they give you, it's not like they're going,Oh, that makes a beautiful shape against the light. That's, you know, crap. It's men wanting to see, and women, some few women, who want to see other women in the position where they can be dominated totally. Do you okay? Let's go. Let's go. Yes. Yes.
よし。ヨーロッパでカメラオーストリアがやったアクト東京の旦那からと思うんですけども、その時荒木さんの例のその縛りの写真とかさ、セクシャルの写真っていうのに対してでかなりそれも問題になって、美術館のその女性の監視員の人たちとかが、まあ、ストライキじゃないけどこんな写真を展示するのに協力したくないみたいなこと言ったりとか、だから何人かの批評家がかなりフェミニズム的な観点から荒木さんのその縛りの写真を批判したりとかあったとかあったって聞いてるんですけどね。そういうその文化的な違いに対する摩擦に対する問題みたいなのを引き起こしちゃうみたいなそういう力、それは荒木さんの写真と思っているのは間違いないと思います。そうだよ、これだよ。まずいな、これ。即席コテ。はい、ここまで。おまわりさん来るから。荒木さんの縛りの女の人の写真とかがアメリカでは男の人の視線とかね、フェミニズムの人が怒ったりとかしますよね。だけど例えばその中のモデルの一人の女の子が、自分がもう中学生の頃とかその頃に初めて、まあ、そういう初めて SM 雑誌を知ったりすることってあるじゃないですか。大人の雑誌だからずっと見たことがなくて、でも初めてその雑誌を見た時に、まさに自分はそれになりたいと思ったっていうんですよ。なんていうのかな、お金のためにやっているとかそういうふうなモデルをやられてるっていうんじゃなくて、女の人の中にもそれをすごくやりたいっていう欲望があったりすると思いますね。生理的に無意識的に何か惹かれんじゃない、好きなんじゃないかな。変容は激しいしさ、体温もあるしさ、なんじゃない、そういうやっぱりね、なんかこうね、映像の原点があるよね。やっぱりさ、女性のがいっぱい、持ってるじゃない、いろんな肉体的なことにおいても精神的なことにおいても女性のが上だし、みんな教えてくれる要素があるわけですよ。常に母っていう要素がある、だから、なんでかって言ったってさ、だって女から出てきたんだからこれは勝てませんよね。え。子供の頃の記憶忘れてるけどね、お袋の声を上げて泣いた姿に接した時があったんだけど、それが一番強烈だったね。そういうの絶対見せなかった女だけど、だからそういうような感じのことはなんかこう入ってる。だってだからそれのお返しじゃないけど、そういうような気分で、例えば母が死んだ時に歌舞伎町高く誰が見ても素敵っていうようなアングルを見つけて撮ったわけよ。そのぐらい、まあ、直に母に対してのことは、強いね。一般的な母の影響とかなんとかじゃなくて、そういう個人的な私的関係っていうかさ。90年代になって、その頃からその荒木さんのポピュラリティっていうのが、そういうその特殊な写真家ってじゃなくて、もうちょっとこう広い意味ですごくいい仕事をしている写真家、大きな美術館とかで個展をしたりっていうようなことで、まあ社会的にかなり認知されるっていうふうな、日本を代表する写真家の一人っていうような位置づけっていうのははっきり確立されたっていうのがありますよね。名前書いておけば大丈夫ね。ありがとうございます。I think in 93 I moved to London and there were several places I used to go to and I used to hang out there and look through stuff and that's how I found his first time saw his work and was like immediately like
a very powerful discovery. Green, どっか行ってみてくれる？あそこのは赤とあれな。ちょっと待って、ニューヨークから取材に来てるの撮らせてやめて。あの歌舞伎町は色とか言うって。イエーイ。いやイエーイ。すごいよ。なんか最近では女いないの？いや、だからこれ。女見せなかった。一番荒木さんをこう単純素朴に思うときに、ものすごく写真というものを知って知り抜いてる男だというその一点がまず最初にありますね。あの表面的にはね、非常にそのポピュラリティというか、なんか一種のエンターテインメントを含めて彼は撮られるけども、でもどの写真も彼は本質的にその写真そのもののなんかこう写真そのもののありようっていうのをね、ちゃんと知っててやってる。日本人の顔っていうのをね、顔をね、撮ってんのよ、うん、大阪から始めて、うん、もう1000人撮った、うん、で日本人の顔を撮って、うん、やっぱり面白いね、やっぱりね、最高だね、人の顔は、うん、いいね。俺はみんなね、一人ずつね、5分ぐらいずつ次から次に来てもらって撮ってん。顔のレントゲン写真だね。内面まで私は撮っちゃう、ね、素晴らしい。もう日本人の顔ね、全員撮りたいんだけどさ、人数多いじゃない。何億いるんだ？1億ね、そりゃちょっと無理だ。スッポン大王源飲んでもな、ちょっと無理だよね。これね、顔写真ね、顔写真だけなのにね、私脱ぎますってね、脱ぐ子がいるんだ。これパッとってのもあるけどね、見せないね。で、一応表面はですね、まあ、この辺の中からチョイスして、ここです。これね、今ね始めたんだよね、なんて言うんだろうね、これソフトポルノ、うん、でこれはこのシリーズは日本語でね、
恋時間っていうの、恋時間、ラブタイム、どんな女の子でも素敵だし、で全員みんなとその時だけ、終わったらバイバイ。でいいやつだとラブホテルに行くんだけどね。ね、こういうの、そう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 、そうすく、あ、わかるから。ファッション、これね、これはヘレナとやったんだね。こう。どうしてもコラボレーションしたいっつうからヘリなんてやって、ファッション写真も上手でしょ、綺麗だな。そう、こういう写真もね撮るというところは、おね、でそろそろ俺の登場だなってさ出てくるわけですよ。とにかくね出たいんだ俺は画面の中にね。これ名作でいいでしょ、でここ向こうからねボンボンとずーっと歩いてくるし、僕がやっぱり彼に対してやっぱりすごいなと思うのは、つまりものすごい量の本を出してますよね。それで彼はさっき言ったように、その特にアートであるとか何であるとかっていうのをね、まあ、とりあえずもうどうでもいいっていう、写真は写真だというところから常にものを見てますから、また撮ってますから、撮ったものが順番にどん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 本になっていくわけですよ。視点があるとするよね、はい、でここに物を垂らすじゃない、それでこうに振るとこうなんて言うんだろう、周期運動を始めるわけですよ。だから俺はここ映画やったりお笑いだったり、かなり正反対のもの、暴力とかそういうやつにぐる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 移動するんで、荒木さんってこの視点から揺れてる俺を見てるような気がするわけ。最初に今やってたの、顔を撮ってたんだよ、顔。これはね、このやり方はね、街で顔を撮って、スナップショットして、25、6かな、電通入って、サボって。で、そしてこれ、こういうプリントして、その頃からこうやってね、自分で貼ってたんだよ。でも自分の…だこれ見せたことないから、日常の何でもないスナップショットを一つの、もう一つのさ、非日常にするのにどうしても、作りの空間にしたかった、背景なしで人間像を出したい、顔を出したいっていうんで、これみんな銀座とか人が映ってるわけよ、街が。それなしにするとどうなるかって、やっぱり顔だけに集中するっていう、こういうやつだ、バッて、その頃からね。これも最初に顔70年だから顔70っつってね、荒木の美者身長1顔70で、だからあれと同じようなことをさやってるわけね。でこの頃ゼロックスの調子があまり良くないから、すごくその時の気分が出てるわけよ。なんか虚しい、儚い人生っつうかさ、顔のね、この頃から顔ばっかり撮ったんだ、ずーっと続いてるわけで、60年から思うと
ね、それでこんなことやっててとどめがあれのさ、最初の生のあったかな、センチメンタルの旅に行くんだよ、この後、このトーンで現物 I think probably also what really got me involved with him was when I found the book that he'd done about his wife, which was obviously very touching, where it was so obviously loved her like so much. Pictures of her just woken up, all scruffy, brushing her teeth, and they obviously just were so close. で結婚っていうのもセンチメンタルの旅だけどね、そう人生のでも写真もずっとセンチメンタルの旅であるっていう宣言で、ここで俺が実際に写真家宣言をしたわけで、新婚旅行の写真集自分でこれ構成してさ、でこれからが私の写真家としての始まりなんだよ。これがねもう名著と言われてる。もうこの頃か庭なんだけどさ、石の椅子なんだけどもうおかんみたいでしょなあ、だ死の旅だったみたいな感じ。こう淡々としてたけどあれするには評判、これがねこれはもうこれがもうなんか三途の川を行ってるみたいな感じ。これはもうやりすぎて疲れて寝てるんだけど普通本当は。でもこれが名作一点、こう胎児みたいな格好しちゃって寝てるでしょ。もう新婚旅行が死の旅、死の船だね、これがね。これは案外に知られてる有名な写真なんだよ。でも彼女はこれどっちもこの頃はさ電通にいたからさ、彼女はさこれ持ってさ電通の電柱に売りに行って1,000円1,000円も作ったんだよ。これが始まりですね。パッと。Summertime when living is easy, fish are jumping and the garden is high. Your daddy is rich and your mama's good looking, so hush.Little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. You're gonna spread your wings and fly.To the sky till that morning, nothing can harm you with mommy and daddy standing喋んないで、情を追させる
通じるはずだと思ってるから、それはね、その写真カメラはそうじゃないで、ここの場所も黙ってて通じるっていう、場所なのよ。都会の中の田舎だから、でそういうようなとこでね、ちょっと そこに一番日本の、日本っていうか、の気持ちっていうかさ、女のものが、あんじゃないかっていうところで、この辺りで撮ってるんだけどね。惜しかったね。お、いいじゃん。ねえ、え、ちょっと良すぎんじゃないか。ねえ、いっぱい持ってきたの？うん、でも別にいいよ、そんな。ぐぐぐぐ、なお持ってくんの忘れちゃったな。これね、はい、これ彼女ずっと撮ってんだけど、はい、撮ってんの、はい、去年の8月にさ、8月に彼女が、来たの。ニューヨークか東京に私ないの、うん、女にしてくれっつって。本当だよ。ね、8月、去年の8月2日に来て、そこから撮り始めて、で、じゃあもうずっと1年撮るもう、で、来月、ちょうどね、8月、9月にまたイタリアなんか行っちゃうっつうんだから、流れ者なんだよ。ね、逃げ。もう逃げたいって俺から。だから今日はね、縛ろうと思ったけどさ、縄持ってくるの忘れちゃって、逃げられないようにしようと思ったけど。それやる、いつかやるけどね、はい、で、それでずっと撮り続けてるっつって、はい、それをもうずっと、だから、はい、ここの最近の私のミューズだね。うんうん、そう、もうよくテレビとか雑誌とかで出てる感じの明るくて、全然怖い人ではない。一見こう写真的に見るとなんかすごい怖くて変な、なんかちょっと怖い人なのかなと思ったんだけど、すごいあったかハートフルな人で、でかつ日本のそういう情とかわびさびとか、ちょっと独特のその日本古来っていう伝統的なそういうものを持ってる人で、こうまあ女性に対しても優しいし、なんて言うんだろう、ジェントルマン、意外とすごくジェントルマン、こんなこと言ったらあれなのかな、ジェントルマンで、そう、オッケー、うん、ちょっと、物語説じゃないけど、なんか出すのに ここから撮ったわけよ、彼女。だからここで、ここからちょっともう一遍やってみようかなと思って、このね、うん、ちょっと面白いでしょ、うん、ここから始めたの、うん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 、ということです、まず今日は。そんでまだずっと撮り続けてとね、それ相当変わったね、同じ場所でさ、ここにさ、タミヤ、ここ同じ場所で一発ここの、うん、な、ここにいてもらって、どうか変わったかって、そういうのをやる。ちょっと向こうポンって、そうです。どっち見てる？過去見てる？未来見てる？どっち？過去見てる。よし、はい、はい、立って、そうだす、はい、バラしていいよ、関係を、はい、そう、よし、そうだ、グー、よし、はい、いいよ、標準にしてくれ、座ってくれ、エッチやろう、エッチ、ちょっと座って座ってさ、おまた広がなくていい、はい、見てます、見つめてます、カニさんがこっちの方向です、こうね、見てるよ、日本はやっぱり抑圧されてますよね、すごく自由に表現しちゃいけない、はい、脱いじゃいけない、ヌードはいけないみたいな、それは女性として、まあ女性で言えば女性としてあるまじき行為っていう、なんかやっぱりイメージがどうしてもある、うん、だからやっぱり荒木さんのそういう影響はすごい絶大だと思うし、で、なんだろう、あの人の持ってるものが、その歌丸とか、そのまあなんだっけ、北斎とか、昔の春画をネオ春画じゃないけど、それ写真として今に蘇らせてるっていう、しっとりとした情感を持ったその性っていうものに
再度目覚めさせる、昔は日本にあったものなんだけどずっとなくなってて、そういう感情がこうもう一回出てきてる。で、日本人らしいそのセクシュアリティっていうか、はいどうぞ、はいオープンっていう、まあ、じゃなくて、そのトラディショナルな、なんかこう、うん、ほんと春画みたいな。そういうような感じで。伊勢行ってるよ。素晴らしいよ。まあ、私自身は彼とエロティックアートをやっている気持ちなんですけれども、個人的に割とこうその瞬間ですけどね、一瞬一瞬のスパークとしてあのモデルさんと 100% 出し合うっていう感じ、その二人の関係性みたいなのを作品に浮き上がらせる。だから仕事っていうのが割とプライベートな雰囲気になると思う、みんなそれを見てても、もしかしてこの次のページには何があるっていう、本当はやってんじゃないのとか、例えば言葉悪いけど、想像させるエロスを。はい、誰かが幻想的に思いたいなと思っていることを代わりに彼が体現してくれてるというか表現してくれてるわけで、実際にやってるわけではない、彼はそういう人ではないんですね本当は、あの本当に作品を作ってるっていうか、でももしかしたらフェミニストっていうか、そういう他の団体のこととか見たら本当にやってる、それはひどいことをしてる、だからダメっていうふうに思うのかもしれないですけど、私自身はいいじゃないと思うんですけどね、芸術ですよだって、荒木さんは俺以上に自分の仕事を楽しめる人だと思うけどね、見たところよく分かんないけど、そんなに苦しまない人じゃないかなと思う。もう俺の場合はね、意外にね、好きな仕事でもかなり苦しむね、本当にこの仕事好きなのかなと悩む時ある。荒木さん見てると好きなんだろうなっていうような気がするんだけどね、そのぐらいの差はあるんだけど、いい仕事をしてるなっていうか、それだけこう嬉しいんだからっていう感じは荒木さんにあるけどね、俺の場合はね、自分の仕事でね、人が思うほどね、いい仕事だって思ってないし、要するにやっぱりね、写真っていうのは一点その時って時の止めるっていうか、そこに何かの凝縮してるっていうか、させるっていうかさ、あるっていうような、一種の錯覚に近い、真実っていうかさ、そんなような感じのを感じさせる行為なんで写真って。でもその点を、ね、持続する点を持続して一つの線にする、生きていくことの流れにするっていうような感じのことを、私はなんか無意識にっていうかさ、やってる。
上がったばかりだから、これ今度の本だと反逆する絵をね、これ歓迎集が来ました。やったね、これね、これね、出た時にグーッ、エイティーズの顔ですね。いやおっ、ほら、こういうの入ってんだよ、ほら。これいつ出るの、これ8月、9月頭ですか。9月頭、頭で、うん、やっぱ暑いうちに出したらいいな、うん、な、暑いうちに、真夏が好きですねそう、写真の真夏だね、これはやっぱり、ね、すごいね。男は入れられた、あちゃー、これはどうしよう、ヒバリシリーズ。もう俺撮るのもうやっぱり雲しか撮れなくなっちゃった。これもいいいいだろ、これもうこんな、こんだけやってるっていうね、本土の時代だな、80年代は。元気だねかよ。で、これ空気入れるじゃない、これ入れるだろ、中に種が残っちゃう、それを吸い取ってやるんだよ。70年でね、ちゃんとしすぎて行っちゃったってことに対しての反発するんやけど、だから要するにね、前のことを壊すっていうかさ、どこから離れて行っちゃってるから、俗に行け、風俗に行けさ。お、よし、縦にしたね、はい、そう、縦にしなきゃダメだよこれ。おめめこね、タミ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 。結構快楽主義っていうか、まあ面白きゃ何でもいいんだ、いいんだみたいなバブルの雰囲気っていうのは東京ラッキーホールにものすごくよく出てるんですね。いい写真家の個人的な仕事っていうのは必ずどっかの社会との回路とか社会との関係と思ってしまう。で、これはまあ写真の仕組みみたいなところあるんですよ。ぼっちゃけしてる。いや、周りこうやってっからまあいいだろ、ね、ベテランだから今は知らないよ、15年前だったら今は分からない消し方も5種類ぐらい使ってます。そうそうそう、よし、がこれね、ここのとこ、これちょうどあれなんだよ、ちょうど 俺が捕まったって記事がね、うんうん、週刊新潮、週刊文春に出てと記念写真荒木捕まるって書いてたその時は、その荒木さんっていう人がものすごく注目を浴び始めてた時だったと思うんですよ。すごく話題をいっぱい振りまいていたから、なんかそういう有名な人をもしも事件として告発できたら、警察としてもすごく点数が高かった。これなんてあれだよ、俺がわいせつで、取り調べで行った時に、警察ってエレベーターで会った女性で、売春の写真撮れなかったから絵で描いてその日本における部屋の解禁をね、彼が僕はしたと思います。やっぱりそれまで の女性の裸の写真というのは、つまり結局アートというね、芸術というふうに捉えるか、あとはそのもっと具体的なね、そのわいせつなこう場所で見られるため、でも彼はそれは両方ともそうではないんだと、それは実は一緒なんだということで、その一緒に見事にしてしまったですよね。いや、花盛りだね、ブラックフラワーキエー、クロ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 セオトス、あ、これ祈祷なんだ、形に片つむりなんだよ、祈祷なんだけど、祈祷。そしたらこれを隠せばいいの、花も。そうするとジョークなんだけどさ、ほら
真っ黒なの。黒黒。日本人だって真っ黒と思われちゃうじゃないかよ。やりすぎだよ。チェックが入ってるのは日本版だけですか？日本版だけ。日本版だけ。I went to Japan in the 80s and that was my first experience with digitized genitals and it was very frustrating. But as far as it's interesting they like digitize out the penis but then they show the cum shot like a girl's face would come on it and then like no you know this weird thing that's over here you know.まあ、日本のその表現というものに対する考え方がものすごく陳腐だなと思いましたね。その作品が社会でどう受け取られているとか、どんなこう芸術性があるのかとか、あるいは世界は荒木の作品というのをどう見ているのかってことを全然考えないで、ただ闇雲にこの物差しからはみ出したからダメ、はみ出していないからいいというその、まあ、チェックのねやり方にはものすごく僕は腹立たしいと思いましたね。スペルマンコって白い木をさ、写真に写生したわけ。写真がもうなんつうのに感じてっから俺が写生してるわけ。パーパーあと白い液体ぶっかけてんだよ。それと修正を兼ねてんだけどね、実は。うん、隠しよう。精液が垂れてんの。スペルマン。うん、コンク。ピュー。懐かしいね。でもこれいいんだ、これ。はい。ここら。これがいいんだ。これがこういう感じがいいんだよ。グーです。なんつうんだろうな。すごくなんかをね、作ろうということより、なんかこう一回壊すっつうんじゃないけど、壊した方のがなんか新しいものが出会えるっつうか、発見できるような。気質がね、あるんじゃないかっていうのは気づいたね。人妻エロスをね、撮っててちゃんとグラビア用に綺麗に撮ってんじゃない？相手が喜ぶように、読者が喜ぶように。で、カメラが何台もあるっていうことは、その自分の撮ってる素敵な写真を壊してるわけ。違うカメラで、同時に。その時期にもう、瞬間。違うカメラでバチッ。で、あれ、後で見るとさ、あれね、いや顔がないのが映ってたりとかね、ひどいのが映ってんだよ。出さないけどね、それは同時にやってんだけど、その時にはその時の裏切りはさ、その時点にやってけど相手に分かんないように、だから5体ぐらいで一緒にやってられる、実は。そう、だからさ、本当はものすごく怖い男だけどさ、ほら可愛く見えるんじゃない、あれ得してるよね。いやいや、その怖いっていうのはさ、ええ、その別にそのなんか具体的にさ、なんか怖いってんじゃなくてさ、本質的に怖いことでしょ、存在がね。彼の考え方もそうだ。だからさ、それをエンターテインメントにさ、うまくこうやってその可愛さでやってるけど、いや、あ、おしこしこ、ここいや、ほらほらほら、こっち、はーい、いいな、こっち、はい、そうおっぱい。荒木さんとかって、モデルさんと誰でもこうやってホテルに行くとかって、なんかっていう
風なイメージがあると思うんですけど、でも実際はそういうこと、そういうホテルに行ったりとかそういうことほとんどなくて、でもホテルに行ったって言えよとかっていう、そこが荒木さんの可愛いなって思うところだし、すごくあ分かりやすいなっていうところもあるし、荒木さんが生まれた箕輪とかも下町で、下町の方がすごくそういう日本なんていうのかな、あの下町情緒とか残っていて、まあ、歴史性っていうほど大げさなことじゃないんですけれども、そういう、まあ、東京それからその前の江戸とかいろんな人の男の人の在り方みたいなものをすごくあの大事にして持ってると思うんですよね。そういうことをあんまりもうエクスプレスするっていうか表す男の人って少ないと思うので、そういうなんかこう観念的なことなんですけれども、男の人のでもそれはなんかすごく男性っていう権威的っていう意味じゃなくて、もっとこうなんていうのかな、ちょっとまあ少年っていうかいい意味での男の子っていうか、そういう気質みたいなことをすごく大事にしてると思うんですけど、はい、はい、ありがとうございます。イエーイ、アナはオラです。イエーイ、あ、そうじゃね、バイバーイ。まあ基本的には同じようなところの生まれだから、まあ相当な恥ずかしがり屋だと思うよね。でもそれやその恥ずかしがり屋のをが原料となって違う生意気さとかずるしさが出てきてるだけという、ずんじゃないとあの向こう島とかああいうところの写真撮れないと思う。あの感じは絶対うちの近所だなと思うね、あの写真の構図見るとね、うん。サッチン、これが最初に私が撮った写真だね。その太陽賞っていうね賞を取った23かな、しかな、あのこの頃はイタリアンリアリズムの影響でさ、要するに下町のこういう場所に行ってその生き生きとした少年たち暴れてる。でもう少年に自分をサッチンっていうのに自分これね自分を見たのかもしれないし、そういうようなことで撮ってたから。夏で原爆の日が近いからだけど、原爆を一回ねぶつけるっていうようなことの気分で、皆さんもう熱湯で現像するわけ、熱湯。昔のフィルム悪かったから、その流れかかったところをパッと止めたりとか、だから要するに撮ったものを壊してるわけ。幻想みたいな。むしろ荒木さんの写真なんかのパッと一枚見て、あこれ踊ろうとかね、
まあ、それは裸の写真もあるし、花の写真もあるし、まあ、それにポット街角を撮ってるあるもあるし、ね、そういうものの中に踊りが転がってるっていうかな。もうそういうこと、荒木さんの取材自体はやっぱりそういうずっとエロスと死っていう、荒木さんが意識されると関わらもちろん意識されてるんだと思うんですけど、もう一挙手一動のためにそういうふうなものを、まあ遊んでるように見えて祈りみたいなものも含めて取られているんだろうと僕はいつも思ってる。単なる写真というよりもそういうことをガッと捕まえてしまうというある種の怪物性を持っている。私の場合はその墓場だから遊び場が近所にその墓場があったから、お墓がで、その墓場っていうのもすごく特殊なとこで、近くに遊郭、吉原という遊郭で遊女たちが、もう身寄りのない遊女たちが死んだらそれを嘆く寺っつって、ただポン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 そこに入れちゃうっていう無名の、そこでだから、まあ色とさ、死っていうかさ、生と死が、混ざり合って、幼年の時に、体に染み込んじゃったのかもしれない。だそれがずっと引きずってるね。それがやっぱり私の東京の原点で、東京の街っていうのはやっぱり生と死が混ざり合ってて、すごくいい。パッと表通りざわめきの声とか動いてる、ポッて裏町入ると静止してて人がいなくて死んでるっていうか、それの混ざり合いが至る所にこう混在してるじゃない。ずーっとそこに惹かれてっから、東京以外あんまり出たくないわけだから、ほらさ、ね、今ほら俺がずっとこう生きてて、なんか動いてるっていうかさ、言ってるのはモノクロームの場所に行って死を味わう、そしてカラーということに行ってちょっと行って生を味わう、それ行ったり来たりしてる感じだね今私のやってることは。49歳なので40代最後の記念に、まあ、だいぶもう線も崩れちゃったけれども、それでも50度60よりねまだいいと思って、で40代最後の記念にヌード撮ろうかなと思って、それで私浅草の近くの箕輪ってあるじゃない。箕輪、箕輪、箕輪、箕輪はもう住んでたことあります。あ、そうなの。あ、うまいな俺あそこの下駄屋の息子である。箕輪銀座ちょっと手前のでっかい下駄の看板知らない？あったんだよ。行きましょう、うん、それでこうぐーそーない、よし、うん、よしよしよし、それ撮りたいな、それ。これ撮っちゃうんですか？これ、いや、違う違う違う、写真撮るわけ、そのファッション、いいよ、はい、そうです、おう、ナイス、はい今日はしゃぶしゃぶだな、あんまり見せすぎたから、あ、いいね、後輩いいね、はい、行きましょう。あ、素敵、それでいいです、そう、 OK、はい、グッド、ナイス荒木先生はそんなに体大きくないけれど、もう何倍もの大きな体でもう包んでくれて、もう僕の言うことをちゃんと守ってればいいんだよっていうふうに、でも安心してね、取ってもらえたっていう感じですね。不思議な力を持ってる先生ですね。人妻エロスかなんか取って、慈しみ、愛しいことをオマージュが
写真なんだっていうことをやってるけど、実はなんか肉体の醜さ、人生の卑怯な感じな女いっぱい出てくるじゃない。そういうのも撮っちゃうとかさ、っていうような感じも裏で走ってるわけだ。何？だいたい日本の仏像の名作っていうのは千手観音っていうのはいる。もうすごいんで手がいっぱいあるんだから、これは全部千手観音の手に全部カメラ持たしてやるんだよな。ガーッて。妻が死んだ後ね、一年間ね、ずっと空ばっかり撮ってたの、バルコニーから。そういう空だからちょっと違うでしょ。ね？そういうことなんだよ、みんな。なかなか。な？写真はセンチメンタル旅だろ？ I've seen the most monogamous true love.On a highest level possible photographs he did of his wife. Oksama no shashin wo nanmai ka.一番最初に拝見したんですよ。それであの病院でチューブにつながれてて 手がもう点滴とかあれで手を握ってる写真っていうのを見た時もう涙止まんなくて、であれが一番のリアリティなのかなと思って、だから例えばすごくショッキングな写真っていうのも一部でしかないけど全部そこに集中していくものかなって、花もそうだし空の写真もそうだし街もそうだし、一番コアにある部分っていうのがものすごくあったかい人だなっていうのが印象だったんですよ、一番最初の。陽子さんのお葬式に行って荒木さんが弔辞を述べていて、でその時にすごくその普通お葬式っていうと誰かが亡くなって、でそれをみんながこう悲しむっていうことでその集まると思うんですけれども、なんかその時にはっきりとこれはなんか荒木さんと陽子さんの今生での別れとしてのお葬式というかね、すごく切実に誰かと手を取って生きていくっていうことが大事だと思ったんですよね。だから自分にとってなんか荒木さんはそういうすごく大事なことを教えてくれた人で、何かこう写真っていうことでもないような気がするんですよね。これをね、もう危篤だって聞いて、病院に拳の花をね、まだつぼみだけどそれ持って近道の階段は登っていく私なの、これは。そんで何時間後に、まあかなり経ってね、死んだ時に咲いたんで、うん、それがこの花ですよ。だから、うん、だからこういうようなことがは私の花の中にさ、写真の中にずっと入り込んでるの、いろんな流れの中にね。ちゃんと拳の穴と
愛しのチロちゃんっていうのが本ができるの楽しみにしてたんだけど間に合わなかったから、でできた本を入れてあげたの。パッと。そうで帰るとチロちゃん一人ポーンってさ、こううちにいるっていうね、えポーンってこうで、こうね、なんかうろ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 してるんで、ほら一人ぽっちにポーンっているわけですよ。ダブル、うん、ね。そんでこのこれが冬の旅のラストシーンは、要するに、チロちゃんが窓開けてポーンと外出てって、うん、止まってちゃいけないで跳ねる雪の中を、俺にその姿を見せたわけだよ。これがラストシーンだよ。でこれから生に向かえっていうさ、原因無意識にさ俺に言ってんのかもしれないしさ、彼女が言ってんのかもしれないっていう写真なんだよ。これが冬の旅このラストシーンだね、雪の中。そう、こんなとこに行っちゃいけないって出ていくんだよ。というだけどね。I think like with everything, it's not what you do, but you know the way you do it. And it'd be very easy to take photographs of the person you love most and dying, and it would be done for the wrong reasons. Of course, it's possible to do that. But I think if you look at those photos with your heart, it's very obvious that that's not why he did it. I think an artist like Araki is gonna do everything 9,000%. It doesn't matter what it is. And for someone to be so religious about his work or his art, he's gonna let it take over everything in his life, including what he loves most. そんな男の子はね、例えば悲しみのことをね、思い浮かんでもね、言ったり見せたりしちゃいけないんで、そんなことはダメね。そんで、その時は、そういうような気分の時は、絶対自分だけのものにして、写真撮ることによって消していくのさ、そんなのは。そういうことは、チンバーンって。かっこいいですね。当然ダメだよ。そんなクヨクヨしてちゃう。いらっしゃいませ。ほら、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞどうぞ。ちゃんと、はい、あの日から少女だから、うん、白い指を染めようと思って持ってきたんです。見たよ、このやったんだよ、なかなかいいんだよ。じゃあヌードになったんですか。ヌードだよ、ケースってさ、ここにネズミだ。また始まった。もうイチジクの葉っぱだよ、ネズミが。それでカビをこうしてね。昔の辛い過去を思い出して、辛い過去を思い出して、さてね、俺がこのシャッター音で消したいから、昔の暗い過去をこういきます。あのね、愛より恋のが人生において上だっていうか大切だっていうふうにしたいね。あいつは難しいんですよ。あいつはお父さんとお母さんとか母とかっていう感じじゃない。恋は自分が作った気持ちだから、愛はしがらみあるような気がするんだよ。決めた妻の死とかさとかさ、なるわけだよ。恋はさ、いいよ、楽しみだけですか。そうで、パーって飛んでいくし、でそういうぐらいな気持ちで歌わない、疲れるから。はい、イエイ、ナイス。ほら、ほら、ナイス。Thank you.
発音がいい。何でセックスしてるわけないでしょ、本当に。人生はセックスだろうが。そんなことないけどさ、なんだよ、人生はセクシャスなんて言ってんけど。